海上自衛隊の対艇型潜水艦2番艦は、クゲイが3月に就役となりました。日本では、白ゲイをはじめ、最新鋭潜水艦が毎年就役しています。今回は、白ゲイ就役による今後の潜水艦戦略の見直しについて見ていきましょう。そういえば、日本やドイツを蹴って、フランスを選んだオーストラリアは、フランス案に不備があったとしてキャンセル。その後、アメリカから原潜をリースされることになったようですが、アメリカ国内でも機密情報問題が注目されているとか。確かに、潜水艦は国防に関わる最高機密の塊ですから、他国にホイホイ貸し出すのはどうなんだという疑問が上がっても当然でしょうね。2022年、日本では、いわゆる安保関連3文書等の改定、その内容の承認が、岸田内閣によって行われました。数の論理というわけですが、政治的には、反撃能力保有を明文化したことになりますし、実際の兵装では、その実現用の長距離攻撃可能なミサイルの取得を打ち出しました。今までも開発が進められていたのですが、現状約 200km 弱の射程距離を持つ人に、意識地対艦誘導弾を 1000km 級に引き上げる能力向上型、島嶼防防衛用高速滑空弾などが、そのコアになるだろうと見られています。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型は、地上発射を行う地発型だけでなく、航空機搭載用の空発型、艦艇搭載用の艦発型など、発射母体の多様化を目指していて、陸海空の3自衛隊が、それぞれが運用する兵装になると、推測されます。と言っても、簡単に作れるものではありませんね。最も早く配備可能と見られているのが、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の地発型ですが、最短で2026年度からの配備になるとされるので、その間のギャップを埋めるために、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達することも検討されているそうです。トマホーク巡航ミサイル調達に関しては、飛翔速度が音速なので速くはありませんし、今更巨額予算を投入して購入する意味があるのだろうかという懐疑派、否定派からの批判を受けていることも事実なのです。まあ、技術は日進月歩ですから、当然、トマホーク巡航ミサイルも、スペックが向上しているでしょう。毎年アップデートを重ねて、アメリカ海軍艦艇でも、対地兵装として、主力の位置にあるため、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の開発が遅れていることなどを考えれば、必要になるのは当然と政府は、言いたいのでしょうね。アメリカ海軍は、攻撃型原子力潜水艦のバージニア級潜水艦の背面に、トマホーク巡航ミサイル専用の12機の VLS、垂直発射艦を搭載させていて、高い対地攻撃能力を備えることで、価値を高めています。2021年9月、オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が、電撃的に締結した、新たな軍事同盟、オーカスによって、オーストラリアは、原潜保有を打ち出しましたが、有力候補は、バージニア級と見られています。と言っても、2023年1月現在、バージニア級潜水艦をどうやって入手するのか、どのようなスケジュールで進めるのかなど、具体的な方法は、まだ公表されていません。つまり、方針が固まった段階のままで足踏みしているという感じが強いのです。ところが、2022年10月末、日本の大手マスメディアの一つ読売新聞社が、特ダネらしき報道をしました。それは、日本政府と海自が VLS を搭載する実証実験に向け、潜水艦の建造を検討しているというものでした。
実証実験用のこの潜水艦が装備する VLS にはトマホーク巡航ミサイル搭載を計画しているとも述べていますが、その当時実際にそうした動きがあることについては政治的状況を鑑みれば疑問もありました。しかし前述の通り、2022年12月には安保関連3文書改定、反撃能力の保有が閣議決定だけで確定してしまったので、実証実験用潜水艦へ VLS 搭載という内容はにわかかに現実味を帯びてきたとも言えましょう。このような潮流の変化はありましたが、海自は2023年3月にも現在の最新鋭潜水艦である大ゲイ型の2番艦は区ゲイが収益する見通しになっていますし、既存の防衛力強化も並行して進められています。白ゲイ派川崎重工業者神戸工場で2019年1月に寄港され、2021年10月に進水しました。今年3月に収益を行うため最終段階の準備が進められている状態で、収益は果たしてどのような扱いになるのかが注視されているのです。というのは、大ゲイ型の1番艦でネームシップの大ゲイ派昨年2022年3月に収益を果たしましたが、それまでの防衛政策大綱で予定されていた22隻の潜水艦隊は確立されたと言えるからです。普通に考えれば、現在の親潮型9隻、双竜型12隻、大ゲイ型1隻の計22隻という実戦配備体制から最も古い親潮型1隻が引退を迎えては、クゲイがその椅子にスライドすると考えられます。白ゲイ派海自最新鋭潜水艦なので詳しいデータは非公開ですが、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルという数字を見る限り、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模と言えるはずです。大きさについては、前級の、そう、竜型を少し拡大したサイズと感じられますが、その正常進化版ということを踏まえれば、デザイン面は全てキープコンセプト思想の下で建造されたと断言しても間違いではないと思われます。白ゲイの機関部構成は、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターといった組み合わせで、これも、そう、竜型最終型2隻から続いている形式ですが、最初からそれが前提となっていた点が、異なるのです。そう、竜型1番艦から10番艦までの10隻は、機関部にはディーゼル機関と鉛製蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載、非待機依存推進方式とすることで通常動力型潜水艦の弱点をカバーする仕様となっていました。しかし複雑な機関構成なので、各々の機関の残量把握と管理工数も大きくなり、鉛製蓄電池よりはるかに利便性が高いリチウムイオン蓄電池の実用化が可能になったことで、それ以降は廃止されることになった経緯があるのです。ただし双竜型前期10隻と以後の後期型やイゲイ型とでは、前者の方が最大出力や水中最大スピードの数値が上回っているので、その分を差し引いてもトータルでは運用効率向上を選択したものとみられています。または区ゲイや大ゲイ型では、待機で重量のあるスターリング機関を廃止したことでスペースが空きました。その空いた部分にリチウムイオン蓄電池を搭載できことになったので、スペース利用の観点からもメリットが出てきました。こういったスペースは、ジェンダーフリーの流れにも活用されることになったのです。そう、竜型までの海自潜水艦では、乗組員は、
男性自衛官に限定されていました。しかし、タイゲイ型では、女性用居住スペースやシャワー設備を設置できるようになったのです。これは、人員不足解消というポイントからも注目を集めました。タイゲイ型潜水艦建造は、従来のまま、三菱重工業者神戸造船所と川崎重工業者神戸工場の2カ所が、ほぼ各年で1隻ずつ新造していますが、すでに2022年まで6番艦まで寄港されました。今のところ、タイゲイ型潜水艦が最終的には何隻建造されるのか確定していません。しかし、現在、サイコさんの親潮型をすべて代替して22隻体制を堅持するには、残り3隻つまり合計9番艦までは建造される可能性が高いと思われます。冒頭でも触れように、オーストラリアが攻撃型原子力潜水艦保有に方針を大きく転換したり、海上自衛隊の中でも VLS を搭載した実証実験艦の建造が起とされるなど、潜水艦をめぐる世界の動きも慌ただしくなってきたようです。そうした中で、これまでは、専守防衛の掛け声の下、一朝有事の際には、敵艦艇を攻撃することだけに特化して、進化を続けてきた海上自衛隊潜水艦隊も、次級潜水艦の建造が具体化される頃には、かなり大きな変革がやってくるかもしれません。連続航行時間や水中スピードでは、通常動力潜水艦より圧倒的優位を誇る原子力潜水艦ですが、これまでは日本が保有を議論する機会も限られていました。しかし、いよいよ、その領域を検討する時期に差し掛かっているとも思えるのです。問題は、今、現在タイゲイ型の建造費が、およそ700億円から、800億円に差し掛かっているようですが、今後どのくらい増加するのかということ、日本が独自に短期間で原潜を建造できるのかという技術的な問題も問われることになるでしょう。